どうも、ユーストアリワイズの木戸です。本日はラセレーションの王道の一つでありグリーントライアングルの応用でもあるラセレーショングリーントライアングル、こちらの応用参戦をお届けします。どれもほんのちょっとの工夫でできるようになっていますが、そこそこ難しいかもしれません。ラセレーション苦手な方はじっくり練習してください。では行きましょう。一つ目の技はこちら。ラセレーションリバースグリーントライアングルです。間違えないでいただきたいのは、こちらがリバースラセレーショングリーントライアングル、こちらがラセレーションリバースグリーントライアングルということで、リバースの位置が違います。逆向きのリバースのグリーントライアングルを作るのが今回お教えする方です。通常のラセレーショングリーントライアングルは U の字の輪っかの奥の方のストリングをかけるとできますが、これをあえて U の字の輪っかの手前の方を要領にかけるとできます。で、こうやってかかるんで、これをくるっと1回転して手を交差すると、こういう風にリバースの反対向きのグリーントライアングルができます。こっち側の人差し指側の手をかける瞬間にグッと前に出すのがコツになります。そしてかかった後に回してもいいんですが、かかる瞬間に利き手を下にこうやって差し込むと、こうやってすぐにリバースのグリーントライアングルができるので、こういう風に一瞬で作りましたよみたいな見せ方も可能です。できるようになってきたらお試しください。二つ目はこちら。リストオーバーラセレーショングリーントライアングルです。利き手の手首の上にストリングというか、まあグリーントライアングル本体がかかるようにするわけですね。やり方としては、まず利き手側の半身側、要するに右手だったら右半身側でラセレーショングリーントライアングルを行います。で、最初のうちはこのラセレーショングリーントライアングルができる瞬間にちょっとね、強引めにこうやってグリーントライアングルの外側に自分の利き手を差し込むんですね。これをかかる瞬間に強引にねじ込む。慣れてくるとストリングとヨーヨーが空中に浮いてる間に、こうやって自然の流れでその浮いてる間に手首を下に敷くことができるので、その後は回して元の形に戻してほどくっていう形が一般的です。3つ目の技はこちら。アウトサイドラセレーショングリーントライアングルです。さっきのリストオーバーの応用ですね。今度は利き手じゃない方の手、まあ、手というよりは肘に近いんですけど、ラセレーショングリーントライアングルが完成する瞬間に肘を奥にねじ込んで、ここにヨーヨーを落とす。ただリストオーバーよりもアウトサイドの方がタイミングもスペースも結構シビアです。最初はね、もう体ごとグイッと折り曲げて割と強引めにやっていいと思います。またリストオーバーとは逆側でやるので、右利きの方は左半身側、左利きの方は右半身側でやるようにしましょう。そうすればヨーヨーがまっすぐ上がってまっすぐ落ちるという過程で自然と外側に行けます。今回紹介したトリックの追加の解説や使用したヨーヨー、僕のクラウンの紹介なんかは下の概要欄に書いておきますので、ぜひ後でチェックしてください。また今回紹介した技の元の技である通常のラセレーショングリーントライアングルの解説も概要欄に載せておきますので、それも合わせてまたチェックしてください。復習も大事ですよ。そしてこの動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録とコメント、そしてグッドボタン全てよろしくお願いします。もちろん質問コメントも大歓迎です。激励コメント、質問コメント、どんどんお寄せください。それでは次回のトリックツリーでお会いしましょう。